ブランコ航空のご利用誠にありがとうございます。シノハ、ニブルヘイムまでお願いできますか？ニブルか、ま、なんとかなんだろう。俺にかかればどんな場所でもひとっ飛びよ。待ってくれよ、セフィロス。俺は黒マテリアが欲しい。え？黒マテリア。大丈夫？キャニオンのクロマントはオイラたちを呼びに来たのかな。そう思っただけだよ、なんとなく。ケット氏、ニブルヘイムは5年前に燃え落ちた。端末が残っているのを使えるかどうか。5年前の事件のことは知っております。でも端末の心配なら無用ですわ。あそこは今でもシンナの重要施設ですから。魔航路のことか。あー、それもですが、よくわかんないけどさ、端末で調べない限り黒マテリアの場所わかんないでしょ。じゃあ行くしかないじゃん。うん、そうだね、行ってみようよ。
よし。
大丈夫？それ！おしまい。いい。マル。ことだよ、こりゃ。クラウド、見て。ほら。これ、新しいよ。作り直したんだ、村ごと。脅かすなよ。またおかしくなったのかと。あ、いや、またっつうのもあれだけどよ。でも誰がこんなことしたんだ。シンラ。さーて、端末を探しましょう。ここはニブルヘイ。黒いマント。慌てないよ。魔法中毒の患者さん向けの神羅の支給品なんですよ。こりゃ黒マントだらけだな。うん、それに村の人たちも。知らない人だよね。この村に何かご用ですか？どうもどうも。あ、僕シンラリゾートの社員です。シンラのネットワーク端末をお借りしたくてちょっと寄らせてもらったんですわ。後ろの方々は？あ、この人たちは。ここは私の故郷でした。なるほど。ニブルヘイムの今の状況はご存知です？いや、驚いた。ここは5年前からシンラカンパニーの直接管理区域でしてね。今は魔法中毒の方々の療養所になっています。権利関係は処理済みと聞いています。何か問題がある場合は本社の特殊施設管理課へご連絡いただけますか？ご親切にどうも。
端末ちゃちゃっとお借りしちゃいますね。故郷が懐かしい気持ちもわかりますが、どうか早々にお引き取りを。これ昔からあった？ああ。登りたくなるよね。ねえ、登ろう。何見えるかな？あ、おい。ねえ、クラウドン家は？あれだ。へえ、かわいい。ごめん、無神経だった。似せてはいるが全然違う。だから何とも思わない。ほら、あれが宿屋。5年前はあそこに泊まった。あれが村役場で、あそこがよろず屋。それからティファの家だ。もしかしてここから見てた？え？ティファのこと見てたかなって。そんなこともあったかもな。私も見ちゃうな。そろそろ降りよう。私はもう少しだけ一人にしてください。怒ってるのか？はい。俺か？ううん、全部羨ましい。一緒に懐かしいねって言える友達がいる。子供の頃の思い出を一緒に覚えてる。そういうのすごく羨ましくて、気持ち持て余してる。だから一人にして。クラウドに八つ当たりしそう。してもいい？しない。後で落ち込むから。ごめんね。ありがとう。もう少ししたら降りるね。いい風、いい村だったんだね。ここに昔住んでた人だろ。面倒は起こさないでおくれよ。
見ろよこの数、こいつら全員自分たちの足でこんなとこまでわらわらやってきたと思うか。全部神羅の仕業だ。自分たちの都合でぶち壊したりかと思えば偽物を作ったりよ。何でも神羅の思い通りってか。そうはさせるかな。ああ許せない。お前の故郷の分もきっちり神羅に思い知らせてやろうぜ。怖くないですよ。一休みして。おやおやおや。ああ、さっきゾロゾロやってきたウォーリーさんの紹介かい？いや。ったく、この忙しい時間に、うん、邪魔したな。別にいいのよ、話し相手には飢えてるからね。あんた歯の静きには見えないけどさ。トン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 、私は料理の天才。トントントン、落ち着きましょう。はい、先生の前にどうぞ。旅の方ですか？休館ではないですよね。具合が悪いなら療養者の定期検診が。クロマントの人たちの腕には入れ墨でナンバーが。パパは日パパはなぜセフィロスを追ってワコールまで行ったのか。病院で目を覚ましてから私ずっとそのことを考えていたの。だってセフィロスに追いついてもパパじゃ何もできないよね。実際そうだったし。でもミッドガルに出て自分の力で生活するようになって分かった。パパはただ怒ったんだって。今日は大変だった。でも明日はきっと良くなる。そうやって積み上げてきた大切な毎日を壊されたことにパパは怒った。その怒りがパパを動かした。ああ、だから私も悲しい気持ちや虚しい気持ち全部を怒りに変えてアバランチに入ることを決めたの。でも怒りって長く続かないんだ。アバランチの活動が過激になるにつれて疑問や不安が大きくなってクラウドと再会したのはそんな時だった。少しは力になれたか？うん、クラウドがいてくれたからここに帰る決心がついた。いろいろあったけど帰ってきて正解だったな。昔に似せて作り直して何もなかったみたいにごまかして、こんなの許せない。セフィロス、シンラ、全部大嫌い。ねえ、ここにいた頃クラウドよく私のこと見てたよね。そうだったか？私が見たら目をそらすの。声をかけると無視する。めんどくさいガキだった。自分でもそう思う。私は誰にも嫌われたくない子だった。今でも自分のそういうところちょっと嫌い。しっかりしなくちゃ。
しっかりしなくちゃ。でもナンバーがない人もいる。ほら、デイルさん、ダメですよ。クイーンズブラッドなら、私が相手になってあげるから。ごめんなさいね。この人はデイルさんって言うんだけど、カードバウトがすごく好きでね。そうだ、もしよかったら、あなた、デイルさんの相手になってあげてくれない？どうも私だと弱すぎるみたいで。強いバウターを探してたのよ。強いバウターと戦えてすごく喜んでるみたい。ああ黒紅ああ女王ああ魔女ほらあんまり引き止めちゃダメですよ。助かったわ、戦ってくれてありがとね。私たち医療班が日々観察していくことで何かが分かればいいんですけど。ここは診療棟です。療養者の治療を行っています。ごめん。あれが二分。あ、またお会いしましたね。では、クロマントの皆さんと一緒に記念に一枚。ここはシンラカンパニーが管轄している療養所のようですね。申請して何とか撮影の許可を取りました。ただ、撮った写真は全てチェックし、場合によっては没収するとのことです。いい写真を撮ればきっと大丈夫でしょう。ではおすすめ撮影スポットが見つかったら教えてくださいね。ガンガンこの先がマコーロか。ねえクラウドは行ったことあんの？まあな。マコーロがあるってことは魔法がいっぱいってことでしょ？ねえ貴重なマテリアとかあった？ああ
天然のマテリアがあったな。天然もの？マジで？よだれ出そう。まっすぐ。早くマテリア探しに行こうよ。このまま背伸び。あっちの方なんだか嫌な感じがする。神羅屋敷か。あ、ごめん。故郷のことこんな風に言われたら嫌だよね。ああ、俺もあの屋敷は小さい頃から苦手だった。今はもう使われてないのかな。一休みして落ち着きましょう。ここでは居住者の生活全般のサポートを行っております。今のうちに村の様子見てきたらいかがです。いろいろ思い出しちゃうかもしれませんけど。この村のことを聞かれても答えられることはありませんよ。私も雇われてここにいるだけですから。すみませんが、故郷の母を呼び寄せたいんだ。今日は調子。誰かが面倒見て。いいですか。安心して。はい。怖くないですよ。俺はここにいるからよ。シンナがこいつらに悪さしねえか見張っとくぜ。いらっしゃいませ。休憩されますか。良い旅を。幼なじみとかいないのか。可愛い女の子とかさ。てか、俺が今一番好きな子の話聞く。興味ないってか。いいから聞けって。すっごく可愛いんだ。いや、美人だな。見る角度によるな。っていうか、何より性格。ミートガルの子か。ああ、都会の子。エアリスが好きだったソルジャー、ゴンガが生まれの俺の同僚。5年前、俺たちは一緒にここに来たのか。無理は禁物。
ゆっくり休みましょう。うにゃこの端末からじゃダメですわ。アクセスできる範囲が制限されております。つまり情報は手に入らない。諦めるんはまだ早いですわ。管理人はん、あのお屋敷に入れてもらえませんやろか。あなたなら入れるのでは。にゃっはー、無理に決まってますやろ。僕シンラリゾートのヒロインです。私のカードでもあそこには入れません。上司と交渉してください。上司、課長は、部長は、どこにおりますのやろ。紫課長は本社からの点検依頼でニブルマコーロに滞在中です。あさってには戻る予定ですが、昨日から連絡ないんですよね。遅れるかもしれませんね。そんなに待てませんわ。急ぎだ、こっちから行こう。そうしましょう。ほな、おおきに。聞いたよ、マコーロ行くんでしょ。マコーロだ。端末の件は片付いたのか。うん、カードキーが必要になった。マコーロへ行って紫という男に会ってくる。はい、はい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 、私も行く。私も。いや、ティファはこの村で一番のガイドといえば私。分かった。お前ら大丈夫か。山に登ってカードキーを借りるだけだ、問題ない。しばらく戻れないと思うけど、やり残したことはない？クラウド、準備よろしく。急がないとマテリア逃げちゃうよ。あれ、通信塔通っちゃいます。勢いすぎる。ほら、行きますぜ。行くぜ、よっ、そりゃあ。これはもう行けますぜ。お引っ越しの様子のビューティー。さあ、そこや、えい。さあ、おいっと、まず行きましょうか。やっちゃってください。はい、グリングリン、ここで何をしている？うん、ゴールドソーサーでレースに挑戦してたんだけど、ちょっとスランプみたいで、チョコボ修行に来たんだ。修行？ここで？知らないの？ここはチョコボ界で知らない者はいない伝説の人物、チョコボ仙人の家だよ。わしを呼んだかの。大丈夫ですか、仙人。死ぬかと思ったじゃい。こんな偏僻なところにやってくる物好きは誰かいの。彼はクラウド、グリーン牧場の騎手をしてもらってます。ならちょうどいい。お前さんも手伝っていけ。今度ゴールドカップっていう特別なチョコボレースがあって、それに出場するために仙人からチョコボ育成の極意を教えてもらってるんだ。ほら。ねえ、騙されてるんじゃないの？修行とか言いながら身の回りの世話を押し付けるつもりだよ。ねえ、どう思う？
ね。あんた、やめた方がいいよ。確かに毎日掃除ばかりだけど。何をこそこそと話しちょる。すっかり手が止まっとるの。すいません。さて、お前さんにはわしのチョコボを迎えに行ってもらおうかの。遊びに行ったまま帰ってこんのじゃ。なぜ俺が。名前はシレナ。波の上を駆け水を操る海チョコボじゃ。わしでも手を焼くほど気難しいやつだからな。せいぜいご機嫌を取るこっちゃ。クラウド、ごめん。僕のためだと思って力を貸して。クラウドにとっては簡単なことだよね。私、偉そうな師匠って大嫌いなんだよね。口ばっかりで自分では動かないでしょ、あいつら。それに、私たちの声は全然聞かない。そんなに。誰のことだ。だしの親父。笑い事じゃないんだよ。シレナだったな。気難しい性格。One eternity later.ここに戻りますか。ニブルの祠には戦と死を司る騎士オーディンの騎士と呼ばれているように、愛はスレイブニーにまたがり、死者の国からやってきたオーディンが戦士たちの強さを勝ち取っている。そういった伝承が数多く残っています。お前さん、こいつを連れ帰るとはなかなか見どころがある。ひょっとすると、あれじゃ、なんだあいつらの名前が出てこんわい。いくー、悔しい。
思い出した。サムとリングリン、わしの最高の弟子たちじゃ。クラウドよ、お前さんは二人と肩を並べるほどの逸材かもしれんぞ。仙人、教えてください。そのサムのこと教えてください。いやいや、やめんか。仙人の弟子だったサムはミッドガルのチョコボサムですよね。そのはずだが、それがどうした。リングリンは僕の父です。僕はリングリンの息子なんです。おー、サムとリングリンはチョコボ愛と情熱にあふれる素晴らしい青年たちじゃったの。毎日熱心に勉強しておったわい。そんなはずはありません。父さんと母さんはサムにはめられて死んだんだ。ギャンブル漬けにされて、借金を背負わされて、それで…信じられんの。サムはサムでもサム違いということはないのかの。チョコボ業界にサムは一人です。だから僕はゴールドカップに出て、サムのチョコボをコテンパンに打ち負かして、父さんと母さんの仇を取らなきゃダメなんだ、絶対に。まあそれはそれとして、じゃな。仙人、お前さんはチョコボのことを学びに来たのではなかったのかの。クラウド、シレナに乗って海や湖の上にふわふわ浮かんどるチョコボ層を取ってきてくれんかの。ああ、このジジイまたこき使おうとしてる。チョコボ草は万能薬。あれを飲めばわしの朽ちかけた体も元気になろう。気分も良くなって、昔話も気持ちよくできるというもの。ああ、完全に騙しに来てる。たとえそうでも、クラウド、お願い。どうしても父さんのことが知りたいんだ。わかった。チョコボ層、またの名を浮遊層。その名の通り空中に浮かんでいる不思議な草じゃが、海チョコボの力を使えばスイスイのスイよ。30は欲しいの。急げよクラウド、わしの残り時間は少ないぞ。あ、クラウドさんもチョコボについて学びに来られたんですか。伝説のチョコボ仙人が隠居されていると聞いて僕も来てみたのですが、想像していたよりも豪勢なお屋敷でびっくりしています。まさかプール付きとは。おお、チョコボ草は手に入ったかの。チョコボ草、またの名を浮遊草。水がある場所の上空にふわふわ浮いとる不思議な草じゃ。採取するにはシレナの力をうまく使いこなす必要があるの。急ぐのだクラウドよ。誰？クラウドも知ってるっぽかったけど。ウォールマーケットの住人だ。ああ、じゃあそうだね。いや、どうかな。そこまでの悪いやつという印象はない。へえ、でもさ、それってクラウドが騙されたんじゃない？適当なことを言うな。だってクラウドが本気でやられたらコロッと騙されそうだよね。
さあさあ、ライフスポットを調べんと。召喚獣のデータを抽出しました。これで召喚マテリアを強化することができます。調べたところ、共和国時代のクラフトチップが埋まっている場所が分かりました。近海にある離島を探してみてください。ニブルで魔鋼を発見したシンラは、離島に防衛基地を建設したそうです。あ、すでに基地は撤去されていますので、シンラに攻撃される心配はありませんよ。
きますぜ。そうだ、いてまうね。この程度まだまだ動けんでいいんしとちゃう。しろ、召喚獣の知識が手に入りました。One eternity later。 おお、チョコボ草は手に入ったかの。チョコボソーじゃ、チョコボソーじゃ。嬉しいの、ありがたいの。お前さんに頼んでよかったわい。で、これをどうすんの？特別に教えてやろうかの。この草をの、チョコボの羽と一緒に発酵乾燥させてのコトコトじっくり煮出すんじゃ。そいつをぎゅーっと絞り取ったのがこのチョコボエキスじゃ。それが万能薬なの？いや、ただの嗜好品じゃ。こんなじじい。シュ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 。そうじゃ、チョコボ草がまだあるなら、あとは店番をやっとる助手に渡してくれ。それなりの礼はするんでな。仙人、どうか父さんの話を。まだじゃ。
あと一つやらねばならないことがある。やっぱりジジイ、何にも教える気ないんじゃん。ひどいこと言うの。しっかり学んでおいて。なんじゃその言い草は。どういうことだ。機種能力を鍛えてやったことに気づかんか。シレナの捕獲を通じてチョコボの気持ちを読む力を、シレナに乗って海を走ることでバランス感覚と操縦技術を向上させたというわけじゃ。どうじゃクラウド、一皮むけた気がするじゃろう。実感がない。それは困った問題じゃの。やはりもう一課題やらねばな。いわば最終試験じゃ。またっていうか、試験って何？話変わってない？いや、いい。やる。よし、わしと競争じゃ。お前さんにはシレナを貸してやろう。クラウドが勝ったら、父さんの話聞かせてくれますね。よかろう。せいぜいシレナの調整に励むがいい。クラウド、準備ができたら声をかけてくれ。最終試験の準備はできたかの。これはこれは予想以上の結果じゃわい。お前さん
もともとやり手だったようじゃな。今さらだな。いやはや、この年になってとんでもない怪物レーサーを生み出してしまったやもしれんの。仙人、約束通り父さんとサムについて教えてください。よかろう。何が知りたい？ちょうどお前さんぐらいの年じゃったかの。二人で弟子にしろと押しかけてきよった。わしは隠居しとったから相手にせなんだが、勝手に居座りよってな。仕方がないので適当に雑用を押し付けたのが始まりじゃわ。別に普通の暮らしをしていただけじゃよ。掃除やら買い出しやら屋敷の修繕やらいろいろと修行してもらったの。その合間に勝手にチョコボの生態を調べたり書物を漁ったりしておったようじゃが、チョコボ育成についてよく言い争っておったわ。決して仲は良くなかったの。やっぱりチョコボ育成についての思想が根本的に違うんじゃ。よく討論が殴り合いの喧嘩になっておったわ。ただチョコボにかける情熱だけはお互いに認め合っていたようじゃった。心の底ではつながっていたとわしは思っておる。少しは心の整理ができたかいの。どういうことですか？お前さんの怒りに満ちた瞳を初めて見たとき、こやつに必要なのは知識や技術じゃないと思っての。まずは邪念を取り払い、今一度己を見つめ直す時間を与えようと考えたわけじゃ。だから掃除をさせていたのか。いかにもリングリンに何があったのかわしにはわからん。お前さんがサムを憎む気持ちはよくわかる。復讐のためにレースに勝ちたいというのもわかる。しかしその気持ちをチョコボにぶつけてはいかん。お前さんは何のためにチョコボを育てておる？僕は父さんや母さんがチョコボのことを嬉しそうに話しているのが好きで、家族みんなでチョコボに乗って出かけるのが楽しくて、だから僕は。それでよい。その記憶を決して忘れぬようにな。ゴールドカップにはサムも出るじゃろう。憎しみにとらわれてはならんぞ。はい仙人、いろいろありがとう。これからゴールドソーサーに戻ってチョコボの最終調整をするよ。機種はクラウドでエントリーしておくからさ。ゴールドカップが始まったらよろしくね。いろいろありがとう。これからゴールドソーサーに戻ってチョコボの最終調整をするよ。機種はクラウドでエントリーしておくからさ。ゴールドカップが始まったらよろしくね。このわしに勝ったんじゃから、そこら辺のチョコボに負けるでないぞ。昆虫の種類によって毒の性質が微妙に変化するのです。希少種の危険物は獲物の動きを
先に手を打つ。やっべ、当たれ、よしっとね、そこだ。容赦はしない、頼んだぞ。オイラの番に行く。ひねり猫パンチ与えるぞ。無理しないよ。片付いた。
兵士よ。任せて。よっ。よっ。決まったぞ。攻める姫。どっちも待ってて。はい。見てろ。よっしゃ。ここからだよ。これでニブルにあるクリスタルは全て解析できました。お疲れ様です。オーディンにさらに強くなってもらって敵を死者の国に連れて行ってもらいましょう。あ、でもクラウドさんはまだ召喚マテリアをお持ちじゃなかったですね。まずはバトルシミュレーターで召喚獣に挑戦してみてください。モンスターの気配感じるね。バルロンの気象書を確認しました。これよりガイドを開始します。あの気象書のわがままの城は大地を威嚇するためなの。計画が攻撃的になっており、この気に入りなかったよ。バルロンは魔法の認識が始まった頃にこの地域に封印されるようになりました。信頼の特徴が実現としていたこともある。魔法にたたられた人間の鳴るの果てとの噂もあったようです。噂の真実はともかく魔法の人間の人間の山の掘削とバルロンの人間の人間の人間のモンスターの発生に頼っていい調査に進めてください。じゃじゃーん、見つけちゃいます。見てよ。落ちろ。
要なデータをそんなことには使いません。そんな。今回のデータを流用してコンバットコースを作成しましたので、お暇な時にでもバトルシミュレーターに挑戦してみてくださいね。モンスターがいるんとちゃいますね。連携しよう。頼られちゃうな。群れの中で強さを認められた個体にとって青い炎が宿ると、炎を宿すブルーですが、獲物の注意を引きつけている間に他の仲間の近くから攻撃すると思います。知能が非常に高く、追い込んでいたアルファザイルとガスクが腕に囲まれていた。南西器はもう多く残っています。警戒心の強いブルーウルフの生態に迫る絶好の機会で、共演に注意して調査を進めてください。よっしゃやるでいい。モンスターの情報をやっつけますわ。張り切っていくね。よっしゃ、ネコパンチ。締めたりで、そこへさあ落ち着いていて。俺の見せ場だ。もう勘弁して。やめてやら。こっちだ。下がってきましたね。はい、さあバルトデイダードゥンナウ。さあバルバだ。誰を撃った。ぶち込むぜ。先端命中させたら。何ネコロテープ。それが失礼しちゃいます。気をつけた方が良さそう。
今回もクラウドさんのおかげで新たなコンバットコースを作ることができました。自信作なのでぜひ挑戦してみてください。うちの子たちを連れ戻してほしいクポ。One eternity later. ショップを開いたクポ。その思いは子供たちの夢となって、その後もクポクポと受け継がれてきたクポ。そしていつかはこの子たちにも受け継がれていくクポ。そうだクポ、モーグリを代表して助けてくれたお客さんにとびきりの幸せをプレゼントする。クポ、ほらお客さんをエスコートしてあげるのクポ。クポクポクポククポ
クパパ。悪くなかった、クポ。クポ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 。これからは子供たちと一緒にみんなに幸せを届けていくクポ。名品、珍品もたくさん集めておいたクポ。ぜひ見ていってクポ。クッパパー！クッパー！いらっしゃいクッパー。遠慮は無視構図。君らが気負いすぎるか。オイラの番組。嘘！
One eternity later. チョコボ草があったら引き取るよ。ありがとう。これだけあれば十分。この辺りのチョコボ草は取り尽くしちゃったみたいだね。君はもう海チョコボマスターだよ。羽も交換していくかい？集めてくれ。チョコボ草。Done.